こんな感じで、めっちゃ敷地侵入していくけど、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、実はちょっとこの間これパンプキングからの手紙、未来のしもべたちへ、10月31日のハロウィンに君たちに会いに行くかも、私の肖像画を送るからしっかり目に焼き付けておくかもよ、私への貢ぎ物としてアメちゃんをたくさん集めておくように、パンプキングより。なんか一応アメちゃんはね、たぬき商店で売り寄るっぽいんやけど、実はまだ一回も買ったことないんよね。あれ、1日に買える個数決まっとんかな。パンプキングの肖像画をまだどんな感じか見てないんだ。よっ、どこかしら。あ、これパンプキングの肖像画。あ、すごい、こんな感じね。ちゃんとなんかポスターとは違う感じやね。絵や絵ちょっとなんか描いた感がある。え、かわいい、いいっすね。でハロウィン系の家具もね、結構いろいろゲットしたよ。でもなんかこの DIY レシピ、これも結構ハロウィンのやつゲットしたんやけど、このハロウィンのチェア、ハロウィンのテーブル、ハロウィンのスタンド、ハロウィンのランタンセット、ハロウィンのかかし、ハロウィンのアーチ、ハロウィンの柵、これをゲットしたんやけど、あともうなかったよね。あ、結構なり終わる。もうゲットしたんやけど、あれやね、レシピで作らんくっても一応、期間限定商品、季節限定商品、たぬき商店の斜め前んとこ、あっこで普通に売りよるね、商品自体が。いや、で、この部屋を私は、そのハロウィンの家具で埋めようと思っているのだけれど、あ、パンプキングの肖像がこっちに置けばよかったね。ハロウィンのアーチどうしよう、外に置こっか。いや、でも一応ここに置いとこっかな。まあ、とりあえずね、これ今日買った。あ、ここまでか。この方向であったんかな、逆、あっち向きにやったけん逆かな。ちょっと待って、あ、何これ、電気つくんや。これでやった方が早いっすね。あ、これがあるからか。なるほど。多分こっちが前。よし。そして、ハロウィンのスタート。あ、電気はこれってことでよきやね。この辺適当に置いとこ。適当に置いとこ。この母のポットカバーもこの間届いた。ハロウィンのかかし。あ、で、かぼちゃをさ、育てんといかんのよね、レシピ作るのに。でもなんか思ったけど、正直、レシピで作らんくっても全部集まるんじゃないかなーと若干思っとる。ハロウィンのお菓子プレート。あと、もう、なかった。もうないか。オッケー。あ、月のラグもね、一応、10月の頭ぐらい、もうちょっとやったと思うけん、期間が。待って、いらんや。とりあえずまあハロウィン系のだけ飾っとこ。壁とかも今後出てくるんかな、床とか。いいね、このアーチ。よきよき、まあ。とりあえずは適当に置いただけ。で、ちょっと、あと、博物館にいろいろと寄贈しに行きたいのだけれど、この辺のはもう収納しておいて、このチョウザメ、今日釣った。初めて釣った。で、イエローパーチと、で、あとまだパイプ。よし、この3つを寄贈してきます。あ、で、寄贈しに行くんならちょっとついでに、近くにね、化石が埋まっとるけん、それも掘り起こして持っていく。化石を掘り出したー。これね、私今の服装さ、ちょっと外国の学生っぽい感じなんやけど、もうちょっとね、
下のスカートはもうちょっとなんか落ち着いた色味がないかなと思う。あ、ここにもあり。若干さ、スカートだけ浮いてない？白。はい、化石。よし、3つやね。オッケーオッケー。ちなみに今日来訪者はレックスがその辺歩き寄った。よし、あ、おったおった、レックス。どうも。ムグゴ。はっ。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？化石の鑑定をお願いします。では鑑定したい化石をお見せください。ワクワクってことで、この3つをお願いします。お、1つじゃないんですね。どれどれ。あ、しかも中にはまだコレクションにない貴重な化石も。いやー、参りました。あなたには化石発掘の才能があるようですね。それにしても羨ましい。アイラ島の文化の発展のためぜひ寄贈お願いしたいものです。とにかくこちらはひとまずお返ししますが、寄贈のことぜひ前向きにご検討を。もちろんしますよ。あの3匹の魚たちと一緒に寄贈する。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。あー、1個だけなんやね。なるほど。パイクとユステノプテロンとチョウザメ、イエローパーチ。あ、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ。はい、ではありがとうございます。させていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので、他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。ってことで、ちょっと、あ、待って、なんか、たぬきマイレージ。昆虫ハンターへの道。これが4段階目。肩書き、世界に羽ばたく蝶、たぬきマイル2000マイルゲット。いいね、綺麗だね。そして、あとは、あ、夢のマイホーム。あ、最終段階。あ、そう、地下ができたけんね。肩書き、地下室の大黒柱、たぬきマイル5000マイルゲット。そしてあとは、あ、島の観光客大作戦、違う、島の観光客アップ大作戦。これが最終段階。肩書き、人呼んでパリピ、たぬきマイル1000マイルゲット。今うちの島の評価はどんな感じなんだろうかね。3段階目までいったらいい感じやけど。やっほー、しずえさん、お久しぶり。あら、いなさん、お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。アイナ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイナ島の評判は四つ星です。お、四つ星。一度は訪れたい観光地として定番入りしている状況です。ん？最後に見た時と同じかな。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、景色いい、みんな優しい、いいところ、商売繁盛、みんなニコニコ、ローランだね。とのことです。集まった評判の中にはこの島に魅力あふれる景観を求める意見が数多く見られました。これに対する具体的な取り組みとしては、島全体を物で飾っていくことが何より重要かと思われます。この島から取れる材料を使って試作されたものを飾っておけば、自然環境の面でも良い印象を与えそうですね。DIY で作ったものと買ったものじゃなんか違うんかな、評価。以上になります。また島の評判を気になりたいときはお気軽にお尋ねくださいね。ちなみに他にも何かご相談ございますか？なんでもないです。で、自作のものっていうのがちょっと強調されとったよね。なるほど。なんか、うん、何もないっすね。OK。じゃあちょっとかぼちゃとアメちゃんを買っておこうか。どうも。普段の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませアメちゃん、こちらの実は10月いっぱいの期間限定で販売しております。今シーズンのみの人気商品のため、ご購入は1日につきお一人様1個までさせていただいております。マジか、よかった、早めに気づいて。早めかな。
うん、多分早め。まだ1週間も経ってないけん大丈夫。それじゃあ買っちゃいます。毎度ありがとうございます。他にも何かご入り用のものはございませんか？かぼちゃの苗、そちらのかぼちゃの苗は10月いっぱいの期間限定で販売しております。かぼちゃの苗は植えてから数日経つと実ができるんです。苗を植えた後は何もしなくても育ちますが、毎日水やりをするとその分たくさん収穫できますよ。個数が違うの？かぼちゃにはオレンジ、緑、黄色、白と4種類あるんですが、それは全部この1個のかぼちゃの苗からできるの。何色のかぼちゃになるかは実ができるまでわかりません。収穫を楽しみにお待ちくださいね。そういう感じ、なんかちょっと楽しそう。こちらまとめてお買い求めできますが、いかがなさいますか？じゃあまとめて、いや10個ぐらい買っとこうよ。なぜ1個か5個なのか、10個単位ぐらいで言っていただきたいわ。てか自分で選べるようにしてほしいね、単位。ありがとうございました。そしてエイブルシスターズの方ではね、結構いろいろと、なんやっけ、ハロウィンの仮装用のが売られたりとかしよるんやけど、今のところまだ全然買ってないんよね。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。なんか今のところそんなにいいものがないというか、試着室を使いたいのね、どうぞ。でも今そこにあるアニマル柄のスカートがすごく気になったんだ。全然ハロウィン関係ないけど、ほら確実に可愛いやん、ヒョウ柄ミニスカート。グレーか茶色かどっちかがいいな。いやこの服にはちょっとあれやけど、どっちか、可愛い。可愛い。ちょっと待って、仮装用のものは今日はなさそう。天使の輪っかぐらいやね。あ、可愛い。可愛いけどそうではなく、いやーでも今日は天使の輪っかぐらいしかないね。ってことはまあ天使の輪っかとこれ2着買っとこっか。あれ購入します。いや元の格好で。おきに、お買い上げの商品をお家の収納に送っておくわね。ありがとう。おきに、またどうぞ。しようかな。とりあえずかぼちゃを植えたいのだけど、かぼちゃを植える場所としては、うちの庭ではちょっと狭いか。ってことはまあ適当にこの辺に植えていきますかね。あ、そっか、一瞬めっちゃ牧場物語風な感じ。めっちゃクワワとか思いよった。そういうことじゃないよね。かぼちゃかぼちゃ、はい、そうし、これめっちゃ時間かからん。そういうものか。あ、てかこっち向いてこういう感じでやっていくか。ちょっとマミーさんち侵入するけど、侵入しよう。1,2,3,4,5。あれ違う、ちょいと待って、あ、そっか、そっか、一旦これで植えていかんといかんのか。1,2,3,4。あ、もう一個ね。はい、これで木物みたいな感じにしてくれんかな。すごい植えるの時間かかるやん。こんな感じでめっちゃ敷地侵入していくけど、確実にこんなんね、あれよね、うちの敷地内に植えてあったんで、あー収穫して食べましたって言われてもしょうがないような気がするけど、よいしょ。これ大丈夫？あっち側を掘り起こしてしまったりとかない？あ、
これで何色のかぼちゃがなるだろうか。めっちゃ楽しみ。なんか結構な種類よったよね。え、何種類あるんやった？白と緑と、あ、違う、飛ぶな。オレンジと、え、4種類ぐらいよった？紫も？楽しみすぎる。何色がなるかわからんっていうのがまたいいね。よし。じゃあまあとりあえず、え、これでジョウロ取ってこよう。いっぱいできるって言ったもんね、その方が。え、久々のジョウロなんやけど、もう全然最初の頃しか使ってないと思う。しょぼいジョウロ。え、これ別にあれよね、海とかで海近くの川とかで水汲んでくる必要とかなかったよね。うわ、すごい、魔法のジョウロや、いつまででも使える。そこ違う。え、てかさ、どれに水や、あ、そっかそっか、キラキラするんやっけ。そんなことすらも忘れるぐらい水やりをしてないという。あ、そこじゃない。違う。え、このさ、水やりした方がいっぱいなるっていうのは自分でせんといかんのかな。動物がしてくれてたらそれでいいんかな。みんな結構さ、なんか私んちの庭に入り込んで水やりしてくれとったりとかするんやけど。どうも、体鍛えてるの。ご機嫌いかが？素敵ね。世間話でも。今度の土曜日は釣り大会よ。あなたももちろん参加するんでしょ。釣りは走ったり汗かいたりしないから私にぴったりだわ。素敵ね。なるほど。まあビアンカさん優雅だからな。ビアンカかわいい。良きっすな。なんか最近ね、あんまりこうサメを見かけんくなってきた気がするんよね。季節的な問題？サメって季節ある？これ結構でかくない？あ、てか化石とか売っときたいな。は、お、ちょうどいい。入ったー。あ、でも別にそんないいものじゃないか。は、ナマズ。そうね、最近ね、ちょっと大きいなと思って釣り上げたら、お、ナマズであることがすごく多い気がする。おいしこい。中身は、あ、ハロウィンのアーチ。まさかの。もう知ってる。そしてハロウィンのアーチ自体持ってる。つら。今もまだテントウムシとかおるんやね。え、春かと思った、テントウムシって。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、ちょっと今日から毎日ちゃんと飴を買っていこうと思う。